俺は自分の思いは伝えた。キスまでした。しかもだいぶ濃厚なの。となればこれはもはや恋人と言っていいのでは。しかしあのキスはそんなにピュアなものか。もしここで距離感を間違えれば。あらあら会長、キスしたくらいで彼氏面ですか。あのキスは雰囲気に流されてしただけというか、キスしたら即恋人だなんていかにも童貞の考えですね。おかわいいこと。会長大丈夫ですか。ああ何でもない。今日は篠宮ときっちり話し合いをする。これは絶対だ。来た。おう篠宮って、なんか今日雰囲気違くね。言われてみればいつもより印象幼いですね。かぐやちゃん、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 今年は見れないかと思ったよ。皆さん、かぐやちゃんを見れるなんてすっごくラッキーですね。なんなんだかぐやちゃんって。